はい、行きましょう。ガチヤグラね、塩の目油田。今回デュアルスイーパーカスタム、深夜のねプライベートマッチ2対2ですよ。行きましょう。あ、来た、またこのコンビ。行きましょう。ええよ、これでね、これで強い人たちに向かっていくっていうのもまた楽しみ方の一つなんですよ。こっちから出てくるの分かってんな。行くと見せかけてこっちか。あ、やばい、後ろにおるよな。かあ、そりゃそうか。ランプビーコンにとりあえず乗ってじゃないよ。あ、おるね。ちょい、かあ、これは待ってよ。ちょっと何もできねえ。危ないな。ちょっと待ってよ、これやば。何もできねえ。ひどいな。ひどいな。マジ？そうなるか。奇跡も起きそうな気配がないな。ガチのエリア行こう。お、最初のチームだ。もうここはね、あえてあの、チーム編成はいじらないと。いじらずに行って、偶然に行く方が楽しいだろう。うん。そうか。やっぱ倒せんとまずいよな。ジャンプビーコン欲しいしな。やっぱこういう縦長のステージの時はさ、ジャンプビーコン効いてくると思うんだよね。2対2だし。よっしゃ。あともうちょっと倒せるようになりたいよね。行こう。いつも通りちょっとこっちから行くよ。どうなってる？お、いいね。そこおるよね。あ、まあ、バカ。あー、ダメだ。かー。マジかよ。やべ。小島ジャンプビーコンだ。まあ、あっちから来るだろ。こっちから行って。後ろから来るだろうな、でも。ここは行かねえんだよな。あー、惜しかった。後ろから絶対回ってくるで。あ、来た。来たよ。待って、ちょっとした高台があるんだな。お、いいね。
そうそう、あ、来た来た来た。死んだ？お、終わるぞ。おー、素晴らしい。メロンさん相性いいなぁ。なんかいいね。うん、やっぱがっつり倒してくれる系なんだろうな。あっしゃ、じゃあ続けていこうか。バスパーク、どうしようかなぁ。おー、じゃあ、じゃあ、やぐらじゃないな、ガチホコか。ミスサチさん一人ね。案の定。でもこれ意外といい勝負するんじゃない？これありえるよこれ。究極だけど意外といい勝負する可能性はあるよ。どうだろうねこれね。行ってみよう。行ってみようよ。何で来るんだろう。ミスサチさんが何で来るかがすごい気になるな。一人で二人対応するとなると、どういうギアで、ねえ、どういう装備で来るのか。ちょっと気になるところ。さあ、行きましょうか。いや、ほんとでもエスプラじゃけえなぁ。油断はできんぞ。さすがに1対2じゃけえね。さすがに1対2じゃけえ。ちょっとこれ負けたら、これ負けたらやばいよね、さすがに。裏から回ってこいって勝負。力いったろ。やばいやばい、おーおーおお、え、どこにおった？裏からま、どこにおったんだろう。マジか。あ、やばいやばい、ちょ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 。あぶねえ。あぶねえ。マジで危ないっす。マジで危ないんですけど。やばいやばい。やばいやばい。ほんとに。よいしょー。あぶない。やべ、完全にやっぱ、完全に見えてんだなぁ。どこだ？お、行った。よいしょ。危ねえ。危ねえ。弾が飛んできたです。いや、マジで最初やられそうになったしな。やばいわ。ほんま。いや、マジでいい勝負したな。はい、みなみ。すげえ。うん、終わろう。ありがとうございます。